前向きに物事を考える。ちょっと精神論的なところがありますけど、なんか最近分かってきたような気がしますね。それ前向きに物を考えるには、やらなければいけない。ちょっとそういう義務感、そういうのが多少入ってくるのかなと思いましたね。私、こうやって動画公開してますけど、まあちょい義務感あるのかなと思いましてね。あの、毎日公開しないといけない、切迫した状況、そういうのに置いてると思います。 人ってこういう状況に置かないといろいろ余計なことを考えてしまうのかなと思いましたね。例えば人のことを見て枝葉ばっかなんか上げ足を取るように言う人、そういう人います。それ自分が何らかのプレイヤーじゃないからですね。例えば会社で活躍してる何か趣味がやある。週末が趣味で、週末に趣味ができるからすごく楽しくてたまらない。そういう人たち余計なことを考えないと思いますね。 余計なことを考えなければ前向きになります。何か物事に取り組めば前向きになります。ビジネスを経営する。趣味に打ち込む。私みたいにこういうふうに動画、私は動画に打ち込んでますけど、こんな感じで動画を公開する。こういう考えで前向きに進んでいけば、変なもの見えなくなるのかなって私は思いました。最近、うすうすと感じましたので、話してみました。以上です。